水野、内田のパス通ればチャンス、落としたシュート決まった。やはりこの時間帯途中出場のオチが決めました。6月に結婚したばかり、そのオチのシュート、今シーズンの初ゴールですから、結婚してからの初ゴールを決めましたオチです。やはりこの時間帯の失点が多い北九州、1ヶ月間の中断期間を挟んでも修正できませんでした。このスルーパスからのオチ、後半31分に決めています。ワンタッチ、体を倒しながら見事に決めました。そして久留美もここでよく粘りました。ここで胸パスがあってのこのボレーシュート、ゴールを揺らしました。